メールって6月24日みんな助けて。え、全部無理やりやらされてるの。全部脚本家が悪い。違う違うよ、これは私じゃない。当たり前よ、これが本当のミマだもの。本当はアイドルに戻りたいと思ってるくせに。違う、だって私はもう、私はもう、そうよね、もうアイドルなんかじゃないもんね。だってあなたはもう汚れちゃったもの。汚れたアイドルなんて誰も好きにならないもんね。違う違う。